ゴールデンサボテンがいないな。ゴールデンサボテンってやつがいたら、ちょっと倒したかったんだけど、いませんね。あ、あそこになんか光ってるものがある。光ってるのがあるから、ここ取るか。あれ？なんかいるな。やばいのがいる、やばいのがいる。あれが砂漠の殺し屋？もしかして。これ誰？グレイモラン。これは、ストーンヘッジか？ん？あ、こっちか。住みかへ行けばいいのね。なるほど。お前をぶっ倒す。こいつ魔物じゃなくねえか。人間っぽいけど。シルビア、こいつ攻撃して、こいつ。お、ナイスナイスナイス。ナイスギラー。よし、倒してんな。呪文でギラーで俺もこいつ倒すわ。あ、間違えた。間違えた。間違えた。間違えた、間違えた、間違えた。俺こっちにギラーしたかったんで、しなかったんで、幻に包まれた。痛い。やばい、ベロニカがめっちゃダメージ食らってる。ナイス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 。メラこっちにやって、こっちに。ナイス、オッケー。やばい、メラ攻撃食らう。痛い。ウォークアウトできた、オッケー。攻撃、おら食らえ。え、ダメージを与えられない。あ、ゾーン効果切れた。お、ゾーンになった。ナイス。え、当たれられな、当たらないんだけど。なんでなんで。魔物の群れをやっつけた。よし、オッケー。ゴールドサボテンとかいないのかな。このでかいのは何なんだろうな。こいつは、砂漠の殺し屋ではない、のかな。なんかこっち側行けるな。特にないか。特にないね。こいつは絶対強いから、やめておこう。じゃあ一回キャンプで、休もうぜ。一回キャンプで休もう。一回キャンプで休みませんか、お兄さん。なんだ？あなたも来てくれたの。見ての通りだ。明日に備えてここでキャンプを張ることにしたからな。よし、ここで一回休もう。サソリちゃんなのか、相手は。サソリなのね。よし、私たちも戦いに備えて休みましょう。よし、休みましょう。めっちゃ爆睡してる。こんなところで爆睡してるよ、王子様。あなたたち男二人、女二人の四人旅なんてロマンチックじゃない。どうして旅なんかしてるの？いや、勇者だからね。今はまだ全てが明らかになったわけではありませんが、勇者にまつわる伝説、その全ての謎を解き明かすために、命の退治を目指す旅をしているのです。邪悪の神と戦う日が近い。これから、おや、こいつも、こいつも仲間になるのかな？明日はサソリちゃんと対決よ。変なやつだね、本当に。おねえで変なやつ。
いやでも、こういうやつは大体強い。そんな気がします。大体強い気がする。あら、おはよう、ゆいすけちゃん。昨夜ちゃんと眠れたかしら？あ、ファーリスおばちゃん、行っちゃった？じゃあ俺らも行こうぜ。馬に乗ってレッツゴー。こいつら邪魔だから、蹴散らしていけ、行きたいけど。な、やばいやばい。なんかめっちゃ強そうな奴がいる。ちょっと待って。降りる降りる降りる。ちょっと。降りた、降りて、降りて、攻撃して。オッケー。10ダメージ与えることができたから、ウィングスネーク。ウィングスネーク、スネーク。あおわ。めっちゃ食らった。ギラ食らえ。え、ギラやったの？メラで良くないかい？お、倒せた。グッジョーブ。余裕だな。いや、でもそんな強くなかったね。実際そんな強くなかった。作戦で満タン。オッケー。あれ、馬どこ行った？あったあったあった。あ、なんかでかいサボテン咲いてる。こいつ倒せっかなぁ。あ、倒せないわ。倒せる条件っていうのがあるのかなぁ。あ、なんか、こいつ部下じゃん。久方ぶりの部下。あ、弱。やっぱ、神なだけあるな。ギラナイス。じゃあ、俺もギラを唱えて、これで終了。かな。よし、オッケー。倒せました。よし。倒したぞ。このでっけえやつね。ちょっと、放っておきましょう。またスネークいる。スネークはちょっと無視しよう、無視。無視おじさん。仲間。間違えた、間違えた。作戦。あれか。どのくらいで、あとどのくらいで、経験値、あとどのくらいの経験値で、上がるかわかんない系か。ここかな。砂漠の殺し屋がいるっていう場所は。ここだね。そろそろ出てくるんじゃないか。なんだ、どこにもいないんじゃないか。仕方ない。僕恐れて逃げたと。父上に報告するとしよう。それはダメだろう。そう言ったら来ちゃうんだよ。あ、出てきた。サソリだな、本当に。やべ、マナーモードになってるよ。あ、やべ。強そう。さあ、サソリちゃんのお出ましを。いやいやいや、逃げるんだよ。よし、こいつぶっ倒そうぜ。デスコピオ、かっけえなこいつ。よし、じゃあ作戦替えで、命令させろ。命令させろにしてみます。戦う。攻撃。呪文。ギラ・ヒャド。ギラ・ヒャド。ヒャドかな？敵一体の守備力をかなり下げる。じゃあ、これをしてみますか。ルカに。守備力下げて、あれ？効かない。効かないなんてあんのか。どうしよっかな。痛い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 。メラ。メラメラ。メラで攻撃して。マカラ。
余裕助を守備力上げとくか。シルビアは結構強い。余裕助たちの頭混乱した。マジかよ。火炎陣、炎土耐性を下げ、爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける。なんだ、使えないのか。ジバリア。ジバリア仕掛けておこう。混乱してる。あ、外した。混乱どうやって解くの？混乱はどうやって解くんだろう。どうしようかな。回復しておくか、一応。心配だからね。お、混乱が解けた。連携いける？いけないか。おりゃ。お、余裕助我に返った。57も食らうの。お、呪文の威力暴走率が上がった。ヒャド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 使ってみよう。お、ゾーンに入った、ゾーンに入った。みんなゾーンに入ってる。でもね、こいつ死にそうなんだよ。ちょっと条約数を使おう。お、全開したね。攻撃、あ、全然食らわねえ。呪文ジバリア、ジバリアはしてあるから、連携いくか、連携いくか。3人がゾーンで使える。シャドウアタック、2人がゾーンで使える。え、じゃあこれ一回やってみる。初技だな。お、かっこいい。これが土、雷。おーおお。氷雷陣、さまざまな能力が少し下がった。下がったね、ちゃんと。これはポイにしておくか。ペロニカにしておくかね。メラメラメラで攻撃。こいつは多分キャドで攻撃しよう。キャドで意外と効くな。お、氷雷陣が発動した。お、強いな。あ、少し下がった。あ、たたたたたた。ちょっと待って、ちょっと待って。死にそうだよ。薬草、薬草。神、神、自分にかける。でも50で痛恨の一撃があると死ぬ。あ、でも氷雷陣強いな。12だったらまだいいか。12だったらまだいいけど。いや、一応ホイミ使っておこう。オッケーオッケー。呪文で自分を回復しよう。セーニャオは自分を回復して。で、これはヒャド。ヒャド一択。これ。氷雷陣はもう終わったのかな。おお、氷雷陣強いな。40ダメージも食らった。お腹の門が怪しく光った。じゃあホイミ使うか、神に。よしよしよし。ベロニカ混乱してるんで、どうしよっかな。スカラつけておくか。呪文ジバリア、もう一回かけておこう。攻撃だ。9か。あんまり食らわねえな。よし、メラで攻撃しよう。13か。あ、氷雷陣消えた。マジか。あ、セーニャが死んでしまった。マジかマジか。どうすんのこれ。敵一体。
生き返らすことはできないの。やべ、できねえな。ジバリアしておくか。いや、ちょっと待って。世界樹の葉。仲間一人を生き返らせる。あ、でもここで使うのもったいない気がするな。メラ使おう。OK。お、倒した。いや、セーニャが死んじゃったね。で、スコピオン、やっつけました。お、レベル上がったね。来た来た。カミュもレベル上がった。これ死んだら経験値入んないよね。多分。ほら、やっぱり経験値入んない。両鉄へスキル。吸収できるのが増える。悪魔払い。悪魔系の敵に威力を発揮し、さらに麻痺させる。だったらこっちでよくねえか?常時攻撃魔力が増える。これ強い。これ強いじゃん。じゃあ、俺は、盾ごと。獣系。氷の旋律。あ、これは強いね。これにしよう。じゃあ、俺のね、勇者のこのスキル。デイン。これをついに覚えます。オッケー、デイン覚えた。器用さが増える。ニフラム。よしよしよし、倒したね。倒すことができました。いや、意外に余裕だったな。お、ちゃんと捕獲したね。自信の、お前何もやってないだろ。お前何もやってないじゃん。お前たちいいな、これは僕の手柄だと説明するんだぞ。いや、それは無理があるよ。まあ、体重のためだから仕方ないけどさ。仕方ないにしても。あ。君のおかげでなんとかなりそうだ。本当にありがとう。今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うから安心してくれ。よし、行きますか。今度こそ枝が手に入る。本当にこれでいいの?こんなやり方を、こんなやり方で名誉を得ても何も変わらないと思うけど、確かにね、成長しないよ、そんなことじゃ。話聞かないね。そう、あなたはそうやって生きていくのね。これで正しかったのかわからねえな。あんたの言う通り、あのヘボ王子はこのままじゃ何も変わらない気がするぜ。確かにね。このままだとずっとあんな感じでなるのかもしれないね。でもあの子は今の自分に満足していない。何かきっかけさえあれば、もしかしたら化けるかもね。なるほど。え、アデューじゃないよ。じゃあもう会わないの?よーし、戻ってきたぞ、と。お、王子が称えられてるんじゃないか、これは。あの砂漠の殺し屋を捕らえてきたぞ。いや、手柄はね、俺ら一行だと思うんだけどね。倒したのも俺らだし。勇敢な王子がいる限り、サマディ王国の未来は安泰だ。
サファーリっすよ、旅に言葉。皆さんの声援を力に変えることで、この通り砂漠の殺し屋を倒し捕らえることができました。いやいや、お前何もしてねえから。ちょっと動いてるよ。あ、マジか。2回戦目動いてる動いてる。やばいぞ、動き出した。やべ、民間人に被害が及ぶ。やばい、王子様がついてるとか言っちゃった。王子は弱いんだよ。これは絶対絶命だな。めっちゃ声援されてる。いや、本当は何もできないんだよこいつ。ついにバレちゃうか。これはバレますな。父上、僕には無理です。騎士たる者、信念を決して曲げず国に。え？おお、シルビアじゃん。強者で降りたくなければ戦いなさい。お、かっこいいね。覚醒した。騎士の国の王子。おお、戦ってる戦ってる。覚醒したね。頑張ってんじゃん。あ、折れた。やばいぞ。おお、ナイスシルビア。シルビア超強えな。やればできるじゃない。かっこよかったわよ。覚醒したね。あ、これいつわざとこんなことしたのかな。騎士道に深い理解があるようだが、そなたは一体何者なのか。ただのしがない旅芸人よ。アディオス。本当にしがない旅芸人なのでしょうか。実態はわかりませんね。父上、母上というわけで、レースを走ったのも獲物を捕らえたのもジュエスケさんだったのです。真実明かしたか。私たちはこれまで等身大のお前を見ずに、いやわぬ重圧を与えていたようだな。謝らなければならないわしらの方かもしれん。方やもしれん。これからは妻と共に考えを改めとしよう。だが先ほどの戦いで見せた勇気はなかなかのものだったぞ。防戦一方とはいえ、騎士の国の王子としてふさわしい戦いだった。前の目標であるデルタ、あ、グレイグ、グレイグ、あいつはダメ、あいつは目指したじゃん、ダメ、あいつはダメ、よくない、あいつは絶対に許さない。グレイグって俺たちを追ってきた。虹色の枝を求めて旅をしているのです。お世話になったユウスケさんたちに国宝である虹色の枝を差し上げてもよろしいでしょうか。そいつは無理だな。え、売っちゃったの？なんで国宝売ったの？ああ、そうなの。あれ売っちゃったのか。
ないのもう。どうしよう。手がかりが途絶えてしまったぞ。虹色の枝を売った行商人だが、ここより西のダハールね。ダハルね。なんていうんだ。ダーハルーネか。ダーハルーネに向かうと言っておったぞ。これ持っていけば、西の関所を越えることができる。ダーハルーネで、情報を集めるがよい。お、ありがとう。これで通れるのか、関所。またこれかい。すまない。虹色の枝のことは本当に知らなかったのはこの通りだ。許してくれ。代わりと言ってはなんだが、サマディの騎士が使う伝統的な修行道具、このボウガンを受け取ってくれ。お、ありがとう。ボウガンゲット。ボウガンゲットしました。ありがとう。まあこれが、これで許してあげるよ。うん。君たちには本当にお世話になった。何か困ったことがあったらまた来てくれ。オッケー。また来ることがあれば来るよ。爽やかスマイルがまあ最初よりはマシだな。あの姿を見たら、一回見たら大丈夫だね。旅の者よ、今回は何から何までお世話になってしまったな。ファーリスも、わしらも深く反省しておる。よしよし、行きますか。じゃあ、次の村に向かいましょう。いや、ようやくね、村が、このサマディという町が終わったので、この国もというか、国かな？国か？町か。この町もいろいろあったけど、楽しかったな。ダーハルネの町に向かいます。さあ、行きましょう。レッツゴー。おや、ムービーだ。待ってたわよ、ヨネスケちゃん。おや、どうした？お、仲間になってくれんの？ありがてえな。お、顔がガチだ。旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。魔物に苦しめられている人々の悲しみに会うのも出会った。いやー、なんか、みんないろいろ目標があるんだね。邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない。なるほどね。よっしゃ、シルビアが仲間になった。オカマが仲間になっちゃった。ってことは、パーティーメンバーが、変えることができるってことかな。命の大樹への鍵となる、虹色の枝。その枝を手にした章によって、ダーハルネの町に行こう。かなと思います。あ、港町なんだ。船に乗っ、そうですね、それ、景気性を乗り継いでいくしか。なんか、当てがあるのか？自分たちで自由に使える船だ。え、船持ってんの？さすが旅芸人だな。じゃあ行こうぜ。さあ出発出発。さあダーハルネに向かいましょう。シルビアが仲間に代わり、メンバーが5人になりました。バトルに参加できるメンバーは最大で4人までです。作戦の入れ替えでメンバーを選びましょう。なるほどね。ちなみにシルビアはどういうキャラクターなんだろう。スキルパネルめっちゃ余ってる。え、めっちゃスキルパネルあるじゃん。乙女乙女だってさ。ツッコミ、麻痺、眠り、強くね、これ。
やっぱ全体攻撃が個人的には欲しいなぁと思うので、スキルポイント10で華麗なタップで三河市率を大幅に上げる。何がいいのかな。よし、じゃあ行けますか。